うまい。おお、すごい。ここで？何あれ？これは何ですか？牧場物語みたいな感じ。え、これ何？めっちゃあるんや、しかも。見て。何あれ？なんなんこれ。持っていくってこと？やばくない？どういうこと？だいぶ珍しくね。しかもさ、これよ。シガフライ。シガフライ。100円だ。やばくね。ご飯、こっちは200円ゾーン。あー。で、こっちが100円ゾーンなのかな。え、そういうこと？あ、そうだね。え、そういうことなの？え、どうして？食べたいな。パン、え、このパン食べれるかな、大丈夫よな、心配になってくるんだけど。おにぎりせんべいとかにしようか。入れるよ。はい、入った。あ、こういう感じ。あ、すげえ。え、で、ここ押すん。できた。確かに。すごい。すごい。初めてこんな。おい。はい。はい。なんならマミと同じかな。はいはい。そうだね。はい、じゃあここで。はい。あのハッピーマミの動画もね。スピちゃんと出た時のやつ、懐かしの。そうですね。それがもう6月ぐらいで、まあほぼほぼできたかなっていう。雨風につけても。ハッピーマミー。まあ今まで。かき氷も。私たこ焼き食べる。
110円です、これで、はい、こんな感じです、はい、こんな感じです、はい、美味しいよ、これが100円で、まあ、でも100円でたこ焼き食べれるのってさ、すごくね、絶対に普通のじゃあ無理じゃん、大阪とかだったら無理だよね。最近はね、大阪でもラムが進出してますから。うっそ、うん、いや、バクバクあるん、 あるみたいだね。でも外国人が作ってるみたいだよ。マジで、うん、ではでは、どうでしょう、いただきます。うん、うまい。このタコも、タコも大きい、結構。こんな感じ。はいはいはい。タコこれ。はい。見える？うん、もちろん。難しいな、あるの。あの、パクパクとかディオ、あ、パクパクじゃない、ディオとかラムーとか、まあ、パクパクはいろんなところにあってね、私もいろんなところで食べるんだけど、やっぱなんか水によって、ここはめちゃめちゃなんかこうカリッと外がしててうまいとか、まあ柔らかいの好みの人とかいると思うんだけど、こうみんな好みの店があるんよ、店舗が。まあ焼き手によると思うんですけど、ここのパクパクは絶対うまいぞっていう、まあこれも美味しいんですけどね、ここがあったらぜひ視聴者様に教えていただきたいです。はい、はい、じゃあ全て終わりますよ、いいですか、うん、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。カラペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。